こんばんは。昨日採点やれについての動画を投稿したと思うんですけども、その後ですかね、マシュマロの方でこんな質問が来たので、はい、読み上げていきます。採点外来のリーダースキルが一番蓄積すると聞いたんですが本当ですか、という質問なんですけども、これはですね、まあ、多分ねこのリーダースキルのことだと思います。リーダースキルでこのドリンクアイテム取得時 SS ゲージが上昇っていう系のリーダースキルがあると思うんですけど、これの中で、まあ、アイラが一番蓄積するんじゃないかみたいなものがあってですね、まあ、確かに自分もちょくちょく聞いてはいたんですけども、まあ、それが本当なのか今回ちょっと検証していこうかなと思います。はい、ということで、まあ、確かにクレイコートの中だとこの採点アイラが一番蓄積量が多いっぽいですね。ただ他にもね、このドリンクゲージキャラってのはいるじゃないですか、各コート。なのでちょっと他のコートもついでに検証していこうかなと思います。はい、という感じでパッと見は採点アイラを超えるキャラがいないのかなと思うので、もしかしたら採点アイラが1位なのかもしれないですね。検索を今回使ってみたんですよ。はドリンクって感じでこのドリンクゲージのリーダースキル呼び出したので、もしかしたら抜けがあるかもしれないんですけども、まあ、自分が調べられる中では、まあ、アイラが1位なんじゃないかなっていうので一応結論付けます。はい、なのでまあそうですね、まあその編成にもよるんですけど、蓄積だけを考えるなら採点アイラが一番いいのかもしれないですね。まあそのシャルはストームを打てたりとか、シエラは初手が強いとか、まあユッカはスターストームに強いとか、まあクリリリカとかエドガルドはあんま使わないですけど、まあそれぞれ役割があるんで、まあそれぞれ編成に合わせて使ってみるといいのかなと思います。まあ、とりあえず蓄積量だけを考えるならアイラが一番優れてるのかなっていう感じですね。はい、で、はい、最後にもう一個検証して終わろうかなと思うんですけども、まあ、アイラがね、一番蓄積が多いってことは分かったわけなんですけど、このアイラを先頭に置いた場合と、別のキャラを先頭に置いた場合で、まあ、どれだけ差が出るのかをちょっと見ていこうかなと思います。まあ、そのドリンク運とかでだいぶ変わってはくるんですけども、まあ、ある程度の差は分かると思うので、はい、ちょっと検証していこうかなと思います。ということで、どうぞ。はい、で検証してきたんですけど、思ったより差があったので、そうですね、まあ、1個取るだけだったらそんなに差になんないんですけども、まあ、何個も何個も取るなら、まあ、塵も積もれば山となるみたいな感じで、意外とバカになんないかもしれないですね。という感じで今回は採点ガレについての動画となりました。というところまで、ありがとうございました。お疲れ様です。